ガラハさんの1対1でやりましょうという提案に対して水島社長の回答がありました。緊急報告、ガラハグループに答える。しかしこの公開討論というのは、私が喜んで10時間でもやりましょうって言ったのは、こういう具体的なファクトを踏まえて一体誰が嘘をついたり、あるいは実際の現状はどうだったかってのを明らかに、私は客観的な立場でもできるからそれを言っているわけであります。これが私からの返答という形になります。どうですかね、ガラハさん、お父さん、そして江崎さん、私、そしてテドコンさん、与田さん、この6人、きちっとファクトを踏まえて冷静に思う存分議論してみたいと思います。これは浮かび上がってくる事実は、こういうファクトを踏まえた上での沖縄の言論空間、そして私から見たらとんでもない形になっている沖縄の保守国民運動、歪められ、そして全国にはあの様々な形で間違った情報が流れているものを本当にすべて洗い出す、明らかにする、そういう建設的な公開討論にしたいと思います。私はそういう意味では本当に真面目に一緒にそういう言論空間を作っていきたいと思います。ということで、今日私の返答は以上とさせていただきます。細かいあのすり合わせだのなんだか言ってることについては、また別の折にきちっとさせていただきたいと思います。返答だけに今日はさせていただきました。とのことでした。これはかなり距離があると感じました。ガラハさんは1対1でこのような議題を討論したいと言っています。私が抗議を申し上げているのは、私に対する誹謗中傷、水島社長による私に対する誹謗中傷の内容、あるいは資金提供、資金仲介のことを嘘と言われた件に関してでありまして、とのことです。水島社長は関係者みんなで事実関係をはっきりさせたい。ガラハさんは自分の名誉の回復をしたいとおっしゃっていると受け取りました。公開討論の目的が違うため、実現するには相当ハードルが高いと感じました。また仮に水島社長の思うように6社での討論に至ったとしても、単純な3対3にはならなさそうです。YouTube チャンネルボギー運営からのお知らせ。2020年7月13日12時頃公開という動画です。こちらの動画で下記のようなことが告げられています。2020年6月20日に与田さんの沖縄県議会議員選挙が公職選挙法143条に抵触したのではと指摘。与田さんから取り消し謝罪要求。要求の2日後に謝罪動画をアップ。与田さんからさらなる要求があった。我々が尊敬する仲裁者を通じて与田さんから文書を提出。2020年7月9日付で与田さんへ要望書を提出。回答期限の2020年7月12日20時に返答なしといった内容でした。どうやらテドコンさんと与田さんも対立があるようです。仮に実現したとしても不毛な言い争いにならないかとても不安だなぁと思いました。健康くんがそんな場に行ったら議論の途中で気絶しそうだよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。